と、ね、いいといいううここででどどかからどう見てても石垣にやっっっきましたたよいやーこっちはあったかいっすね当然のように上着を着て、まあ、こっちに来たわけですけど。 まあ今このねシャツのスタイルぐらいでちょうどいいくらいのまあ最高気温22度ぐらいだったのでいや快適若干天気が悪いのが難点なんですけどまあそれでもね全然あの東京とかに比べると快適ですよ石垣に来るのは2回目かなまあかなりねあの久しぶりにまあコロナもありましたからそれ以前だからもう23年ぐらい前かに来たのが最後なんですけれどもまあ今回ですねなんとなくこう前回の記憶で あのちょっと街中に行ってですね何か食べようかなとで食べるなら、まあ、せっかく来たわけですし石垣牛でも食べようかなと思ってちょっとこう散策してたんですよ最近運動不足ですから、まあ、ちょっとこうウォーキングも兼ねて、えー、ホテルから歩いて行ったんですけど、まあ、ちょっと大失敗でしたねかなり歩くことになりであのステーキ屋に着いてですねよしやっと行けるなと思ったらあのなんかエレベーターで上がっていく店なんですよねでエレベータータのこう階をしてですね こう上に来てこうパッとこうエレベーター開くじゃないですかエレベーター開いたらシャッター降りてるっていうねなんて日だいやなんか今日休みだったんですかねで他のステーキ屋とかもねまあ当然あるっちゃあるんですけども、まあ、その通りがかりにですねあそういえばこれも久しぶりに食べたいなということで結局僕ね A&W 行ってきましたよ A&W って皆さんご存知でしょうかあのルートビアとかで有名なんですけど、まあ、沖縄とかね、まあ、沖縄の本島にもあるしでこの石垣にもあるし。 あの空港とかにもありますからぜひ、まあ、沖縄の、うん、まあ空港でねなんかぜひ帰り際にでも行ける方行ってほしいんですけどもこのルートビアあの何でしょうね例えるなら湿布なんですよね湿布湿布味のコーラ的な色をした、まあ、炭酸飲料なんですけどこれがね癖になるんですね石垣牛はちょっとうん、まあ、またの機会を狙ってですね、まあ、今回は A&W エンダーのですね、えー、ハンバーガーとこうルートビアあとポテト を食べて、まあ、満足ですねいやにしてもね疲れましたよもう本当にもうこんなに歩いたの久しぶりだなと大体あの人間って一日1万歩ぐらい歩いた方がいいって言われるじゃないですか今日僕達成したんですけど多分ねこの1万歩達成したのってお恥ずかしい話なんですけど めっちゃ久しぶりなんですよね。これねやっぱり僕がね引き込むいやコロナが悪いんですよねコロナがやっぱステイホームですからまあ家に出ないようにしていた結果運動不足になり、えー、太っちゃうっていうね大体あれなんですよねあの多分ですけど久しぶりに僕のチャンネルを見てくれた人の感想がね大体それなんですよね数や久しぶりに見たら太ったなっていう <laughs> まあしょうがないですよ、えー、まあ今日でも歩きましたからこれはもうなんかこれから飲み食いしてもカロリーゼロだと思うんですよね、まあ、なので。 せっかくですね、沖縄県に来ていますからこのオリオンビールこれですよ僕オリオンビール大好きであの、まあ、沖縄とかね、まあ、この石垣でもそうですけど、まあ、来たら必ず飲むようにしていましてやっぱりこっちの気候に合ってるんでしょうねちょっとこう何て言うかなすっきり薄味というかこれ薄味っていうのは悪い意味じゃなくて爽やかに飲めるからいいわけですよということで乾杯 めっちゃうまい、まあんあまり飲みすぎるとですね、今日水曜日ですから、生放送やるんですよ。今日はあはこの、録画じゃなくて、現地からやりたいなというふうに思っておりますので、8時半からですね、ぜひご覧いただければと思います。ああ、うまい、はあ。酔っ払うと編集できなくなるんでね。この辺で終わりにしましょうか。えー、ということで、おぼこさは、今日ちょっと、なしかな。いや、でも、あ、そうだ。多分この、 カメラの中に素材あると思うんでそれを最後に入れておきますまた僕コゃ珍しいとこにいるねあいた毛袋いちゅうかなうるせえって <laughs> そっとしていてくれかわいいね コちゃん入念だな。